博多駅を前をご通行の皆さん、こんにちは。こんにちは。国民民主党福岡両区公認候補新人の好み良太郎と申します。本日選挙戦最終日、私はこの場所に立てることを誇りに思っています。私は生まれて2ヶ月の時に父を亡くして母子家庭で育ちました。地盤看板カバンもない何もない状態で今この場所に立つことができている。私はそれを自分なりに誇りに思っています。そしてこの姿をきっと空の上から私の父も見ていることだと思っています。非常に厳しい選挙戦政治活動でした。それを支えてくれたのがここに目の前に集まってくださった皆様です。どうもありがとうございます。そしてこの福岡の皆様です。特に福岡4区浦金議員もいます。そういう中であげなこすいことする議員は許しちゃいかんばい、そういう声を私にたくさんいただきました。この福岡の気質、悪いものを決して許さない気質、それが私の言動です。そして私を支えてくれました。そしてもう一つ、私を支えてくれたのはこの私が所属する国民民主党の政策です。私は立候補して初めてこの博多駅の凱旋した時にもお伝えしました。私は親方という言葉をなくしたい。子供が自分の丸によって将来が決まってしまう、この嫌な嫌な言葉、親方という言葉をなくしたい、そういうふうに私は訴えました。国民民主党はそれを解決する対策、提案、政策たくさんあります。私が一番苦労したのは進学の問題でした。進学への不安、それも国民民主党は奨学金の拡充、そして返済の減免、そういうことでしっかりとサポートしていく、そういう政策を作っている。私はそんな政策をみんなに広めたい、みんなに知ってもらいたい、そういう活動が私の原動力になりました。私は国民民主党の政策を信じています。生活者目線の政策を信じています。生活者だけではない、子供に夢を持たせる、学生若者に希望を持たせる、そして働く世代にゆとりを持ってもらう、そして高齢者に安心を得てもらう、そのような全世代にわたった政策がここ国民民主党の政策にあります。それを広げていく、これが私の使命であり、この仕事を私に国会でやらせてください。私の経験から若者支援ぜひやっていきたい、私はそう思っています。国民民主党はさまざまな政策をやる中で、今回手取りを増やすというキャッチフレーズ、目標を掲げました。それも私と同じ考えです。私が立候補を考えたとき、まだ私が NHK の報道カメラマンにまだいたとき、政治で何を訴えよう、そう思ったとき、私はこんなタオルを作りました。これは私たち現役世代を具現化したものです。私なりに言語化したものです。私たちは乾いたタオルだ、現役世代は乾いたタオルだ、そういう思いを私は込めました。一生懸命働いても給料が上がらない、一生懸命働いた、昇給した、昇進した、でも手取りが変わらない、税金で持っていかれる、このような政治おかしいと思います。
さまざまにいろんなことを頑張っても生活が豊かにならない。私は今、この私たちはこんな乾いたタオル、そのような状況だと私は思ってこの政治の世界に飛び込みました。今の政治、このタオルからさらに絞り取ろうとしています。税金を、保険料を、そして夢と希望を、ここから政府は絞り取ろうとしています。国民民主党はその逆です。このタオルを潤す、そういう政策を行っています。手取りを増やす、給料から天引きされる税金、社会保険料を下げます。そして手取りを増やす、そして消費税も 10% から 5% に下げる、電気代も下げる、ガソリン代も下げる、今の現役世代のゆとりを持ってもらう、このタオルを締め出す、そのような政策を行っています。国民民主党は今の政治180度変えます。税金を奪ってばらまく、そういう発想、そういう立場の政治家から一生懸命働いて税金を納めている人の立場、そういう立場に立った政策を行ってまいります。皆様の生活にゆとりを持ってもらう、そういうことが私たちの望みです。給料が上がれば年金も上がります。全世代が夢と希望を持つことができます。誰もが一生懸命働いたらきちんと給料が上がり、望むのならば結婚することができて、子供も持つことができる、そして家庭を持つことができる、そんな当たり前の日本取り戻そうじゃありませんか。私たちの手で取り戻そうじゃありませんか。清き一票で取り戻そうじゃありませんか。今日本が停滞しているのはやはり政治不信です。それを払拭するには皆様のクリーンな清き一票が必要なんです。クリーンな政治のためには皆様のクリーンな清き一票が必要なんです。新しい日本のため、新しい政治のため、未来のため、夢と希望のために、皆様の清き一票を私たち国民民主党に託してください。今日から1日まだあります。明日投票日です。皆様ぜひ一票を私たちにください。託してください。よろしくお願い申し上げて、私のお伝えとさせていただきます。1日頑張ってまいります。皆様よろしくお願いします。小泉陽太郎でした。福岡4、小泉陽太郎、福岡6、近藤雅彦、そして国民民主党、何とぞよろしくお願い申し上げます。頑張ってまいります。福岡4区、小泉陽太郎の熱い思いでございました。今ちょうど、玉木